木村平太郎、木村平太郎、木村英太郎、明治21年、1888年9月28日、昭和23年、1948年12月23日は、日本の昭和期の陸軍軍人、太平洋戦争、大東亜戦争後、永久戦犯として、逮捕、極東国際軍事裁判にて、死刑の判決を受け、公主刑に処された。 最終階級は、陸軍大将。東京都出身。広島市中、広島陸軍地方幼年学校、陸軍士官学校、陸軍大学校卒。昭和14年、1939年3月から、第32師団長。昭和15年、1940年、関東軍参謀長。昭和16年、1941年4月から同18年。 1943年3月まで陸軍時間。同年3月から軍事参議官兼兵器行政本部長。昭和19年、1944年8月、ビルマ方面軍司令官。昭和20年、1945年、イギリス軍のビルマ侵攻が開始され、ビルマの防衛は危機に瀕していた。木村はイギリス軍のビルマ侵攻を知ったとき、 恐怖で手が震え、何も話すことができなくなるほど動揺し、作戦指導はほぼ不可能な状態に陥っていた。4月13日、ラングーン北西部の防衛戦を指揮していた第28軍司令官、桜井正蔵中将は、木村に対し、戦局の推移が迅速で、いつラングーンが戦場になるかもわからない。ラングーンが攻撃されてから、 方面軍司令官が移動しては逃げ出したことになり、作戦指導上困難が生ずるとして、方面軍司令部を速やかに、市安高原に前進させ、第一線で作戦を指導すべきと進言したが、木村はこれを却下した。同様に、田中新一方面軍参謀長も、方面軍司令部は完全として、ラングーンに踏みとどまり、今や、各方面で破綻に瀕しつつある。 方面軍統帥の現実的かつ精神的、中心たるの存在を、方面軍自らラング運を確保することにより、明らかにすべきと主張していたが、司令部の撤退が、田中参謀長の出張中に決定された。4月23日、木村は、爆僚と共に飛行機で、ラングンを脱出、タイとの国境に近いモールメインへ撤退した。南方軍へは、無断の首都放棄であった。 前線で苦戦する、霊化部隊や、日本が支援したビルマ政府のバーモー首相、自由インドカリ政府のチャンドラボース主席、自由インドカリ政府初代講師のハチアテルを、石井太郎中ビルマ大使以下日本大使カニーを呼び、民間の在留法人、傷病兵などは置き捨てられた。取り残された人々は、陸路で脱出を試みたが、多くの犠牲者を出した。この時、 チャンドラボースは常にインド国民軍部隊の都の歩き、とかを行う時などは、最後の兵がとかを終えるまで川岸を離れなかったという。なお、木村は、この投飛行の後に、陸軍大将に昇進している。木村を含めたビルマ方面軍司令部の唐突な乱軍放棄により、方面軍の指揮命令系統は、大混乱に陥った。イラワジカ西部で、 イギリス軍と激戦中だった第28軍は敵中に孤立してしまい、後に脱出する過程で半数以上が死亡するという大きな犠牲を払うことになった。ビルマ戦役における日本軍の戦死者は約14万4千人に達するが悲惨を極めたと言われるインパール作戦における死者は1万8000人と12.5%であり。 戦死者の約52%がこの最終段階で発生している。我が身を逃がすために必要な指揮を怠り、日本と盟友関係にあった外国要人や在留日本人の保護義務も果たさなかった木村の軍司令官としての責任については、ビルマ戦役の生還者を中心に厳しい批判がなされている。その一人、相田雄二は次のように語る。一方で、 木村を評価する人もいることを、元自衛隊幹部候補生学校教官の原敦義は、明かしている。戦後、永久戦犯として、逮捕、極東国際軍事裁判にて、死刑の判決を受けた。死刑判決を受けた理由は、第三次、この絵内閣、東条内閣で、東条陸軍大臣の下で時間を務めていたこと、東条秀樹の権力掌握時木村と軍務局長、 武藤明が陸軍中枢の権力を握っていたによるものが大きい。連合国側からは日本の陸軍次官職について欧米並みの政治的権限を持つと考えられ、特に陸軍大臣が総理大臣の兼務でったこともその見解を強めた。実際以上にその権限を過大評価されていたとする見方もある。検察側は個人誘刻においてビルマの屠殺者との言葉を用いたが、 ビルマ方面軍司令官としての行動については、素因として挙げられておらず、あくまで陸軍時間在職時の責任のみが追求されている。木村に対する11人の判事の投票は、被告全員の無罪を主張した、インドのパール判事を除いた10人が有罪とし、アメリカ、イギリス、中国、ウメナンジフィリピン、ニュージーランドカナダ、オランダ、レーリンクの7人の判事が、 死刑賛成であり、東場、土井原、松井、武藤、板垣と並んで、最も死刑賛成の投票が多かった、木村以外の5名も、前日の7判事が死刑賛成に投票している。日本側では木村が死刑になる可能性は少ないとの意見が支配的であり、新聞記者や弁護人、他の被告の家族に至るまで、木村大将は心配はないとの見解をか、縫い夫人、 田中信夫中将の命に伝えてた。しかしながら、木村自身は裁判の趣旨から死刑判決を予想していたらしく、判決前日の面会の際に二人の子供を連れてこず、楽観論を述べた夫人に対し、この裁判をどう考えているのか。初めから結論はついている裁判なんだ。そんなに甘いもんじゃないと述べている。ちなみに、木村は東京裁判において、 自身による弁論を一切行わなかったため、後半記録には、木村の発言は何も記録されていない。なおその後、カヌイ夫人は、先般者の遺族会、白木区遺族会の会長に就任し、先般者の名誉回復に当たった。昭和23年、1948年12月23日、判決に従い公式刑に処せられた。辞世の句は次の通りであった。 墓所は東京、青山霊園内の立山墓地。1960年に純国のなし病。1978年、靖国神社にそれぞれ合祀された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。